に K 君の東京へ帰った後、僕はまた O 君や妻と一緒に引地川の橋を渡っていった。今度は午後の7時ごろ、夕飯を済ませたばかりだった。その晩は星も見えなかった。僕らはあまり話もせずに、人気のない砂浜を歩いていった。砂浜には、引地川の川口のあたりに、ほかげが一つ動いていた。それは、沖へ漁に行った船の目印になるものらしかった。波の音はもちろん絶えなかったが、波打ち際へ近づくにつれ、だんだん磯臭さも強まりだした。それは海そのものよりも、僕らの足元に打ち上げられた海草や潮木の匂いらしかった。僕はなぜかこの匂いを鼻のほかにも皮膚の上に感じた。僕らはしばらく波打ち際に立ち、波頭のほのめくのを眺めていた。海はどこを見ても真っ暗だった。僕はかれこれ10年前、カズサのある海岸に滞在していたことを思い出した。同時にまた、そこに一緒にいたある友達のことを思い出した。彼は、彼自身の勉強のほかにも、芋が湯という僕の短編の構成刷りを読んでくれたりした。そのうちに、いつか王君は、波打ち際にしゃがんだまま、一本のマッチを灯していた。何をしているの？何ってことはないけれど、ちょっとこう火をつけただけでも、いろんなものが見えるでしょう？王君は肩越しに僕らを見上げ、半ばは妻に話しかけたりした。なるほど、一本のマッチの火は、ミルフサやテングサの散らかった中に、さまざまの貝殻を照らし出していた。王君はその火が消えてしまうと、また新たにマッチをすり、そろそろ波打ち際を歩いていった。やあ、気味が悪いなあ。土左衛門の足かと思った。それは、半ば砂にうずまった遊泳靴の片っぽだった。そこにはまた、海草の中に大きい海綿も転がっていた。しかし、その火も消えてしまうと、あたりは前よりも暗くなってしまった。昼間ほどの獲物はなかったわけだね。獲物？ああ、あの札か。あんなものはザラにありはしない。僕らは
絶え間ない波の音を後ろに、広い砂浜を引き返すことにした。僕らの足は砂のほかにも時々海草を踏んだりした。ここいらにもいろんなものがあるんだろうな。もう一度マッチをつけてみようか。いいよ。おや、鈴の音がするね。僕はちょっと耳を澄ました。それはこの頃の僕に多い錯覚かと思ったためだった。が、実際鈴の音はどこかにしているのに違いなかった。僕はもう一度王君にも聞こえるかどうか尋ねようとした。すると、二三歩遅れていた妻は、笑い声に僕らへ話しかけた。あたしのぽっくりの鈴が鳴るでしょう。しかし、妻は振り返らずとも、草履を履いているのに違いなかった。私は今夜は子供になってポックリを履いて歩いているんです。奥さんのたもとの中で鳴っているんだから。ああ、ワイちゃんのおもちゃだよ。鈴のついたセルロイドのおもちゃだよ。王君もこう言って笑い出した。そのうちに妻は僕らに追いつき、三人一列になって歩いていった。僕らは妻の冗談を機会に、前よりも元気に話し出した。僕は王君に、夕べの夢を話した。それはある文化住宅の前にトラック自動車の運転手と話をしている夢だった。僕はその夢のうちにも確かにこの運転手には会ったことがあると思っていた。がどこで会ったものかは目の覚めた後もわからなかった。それがふと思い出してみると、三四年前にたった一度談話筆記に来た婦人記者なんだがね。じゃあ女の運転手だったの？いや、もちろん男なんだよ。顔だけはただその人になっているんだ。やっぱり一度見たものは頭のどこかに残っているのかな。そうだろうな。顔でも印象の強いやつは。けれども僕はその人の顔に興味も何もなかったんだがね。それだけにかえって気味が悪いんだ。なんだか意識の敷居の外にもいろんなものがあるような気がして。つまりマッチへ火をつけてみるといろんなものが見えるようなものだな。僕はこんなことを話しながら、偶然僕らの顔だけははっきり見えるのを発見した。
しかし星明かりさえ見えないことは前と少しも変わらなかった。僕はまた何か不気味になり、何度も空を仰いでみたりした。すると妻も気づいたと見え、まだ何とも言わないうちに僕の疑問に返事をした。砂のせいですね。そうでしょう。妻は両袖を合わせるようにし、広い砂浜を振り返っていた。そうらしいね。砂というやつはいたずらものだな。蜃気楼もこいつがこしらえるんだから。奥さんはまだ蜃気楼を見ないの？いいえ、この間一度。なんだか青いものが見えたばかりですけれども。それだけですよ、今日僕たちの見たのも。僕らは引地川の橋を渡り、東屋の土手の外を歩いていった。松は皆、いつか起こり出した風に、こうこうと小杖を鳴らしていた。そこへ背の低い男が一人、足早にこちらへ来るらしかった。僕はふとこの夏見たある錯覚を思い出した。それはやはりこういう晩に、ポプラーの枝にかかった髪がヘルメット帽のように見えたのだった。が、その男は錯覚ではなかった。飲みならず、互いに近づくのにつれ、ワイシャツの胸なども見えるようになった。なんだろう、あのネクタイピンは。僕は小声にこう言った後、たちまちピンだと思ったのは巻きたばこの火だったのを発見した。すると妻はたもとをくわえ、誰よりも先に忍び笑いをしだした。がその男は脇目も振らずにさっさと僕らとすれ違っていった。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさいまし。僕らは気軽に王君に別れ、松風の音の中を歩いていった。そのまた松風の音の中には、虫の声もかすかに混じっていた。おじいさんの金婚式はいつになるんでしょう。おじいさんというのは父のことだった。いつになるかな。東京からバタは届いているね。バタはまだ。届いているのはソーセージだけ。そのうちに僕らは門の前へ、半開きになった門の前へ来ていた。